突然ですが緊急ニュースの時間です。1月9日、本日朝8時に、第14世代インテルコアプロセッサーの新モデル全10種類が新発売となった模様。発売現場にはシュラウドさんが行っていますのでその様子を聞いてみましょう。現場のシュラウドさーん。はい、こちら本日発売会場となったつくも本店前に来ています。ちょっと会場の中の様子を見てきますね。それではお邪魔します。いらっしゃいませ。あ、すみません、これとこれが欲しいんですけど。毎度ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで実際に購入してきました。え、なんと本日発売となった新 CPU ですが、私が一番最初のお客さんだったみたいです。え、最初のお客、ちょっとどういうことですか？現場からは以上です。え、皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。第14世代インテルコアプロセッサーを買ってきました。は、あんたついこの前、福袋で散財してるのに何やってるのよ。いやそれはそれ、これはこれですよ。ということで本日買ってきたものは、インテルコア i5-14400F と、インテルプロセッサー300を買ってきました。は、何これ。え、いや、これは1月9日に発売となった CPU で、で、か、買ってきました。新年早々福袋といい、いい度胸ね。ひぃー。ということでこちらのインテルコア i5-14400F の方を早速レビューしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまず今回発売した新 CPU たちをサクッとご紹介します。今回新発売した CPU は全部で14種類。末尾に何も書いていない無印と、内蔵グラフィックがついていない F モデルが出ました。すでに発売されている14世代 CPU は、計付きモデルとして OC 可能な CPU でした。で、今回こんなに種類がある中で CPU を2つ購入してきました。それがこちらの、Core i5-14400F と Core プロセッサー300になります。まず Core プロセッサー300の方ですが、こちらは名前が変わった CPU で、セレロンやペンティアムの代わりになる CPU になります。その辺は次回見ていきたいと思います。続いて今回のメイン、Core i5-14400F ですが、こちらも昨年 Core i5-13400F を購入したってこともあり、今回も比較になるかなと思い、購入してきました。こちらなんですが、スペック的には前世代のものと比べると、コア数やスレッド数に変わりはなく、クロックが P コアは 0.1GHz、E コアは 0.3GHz 上がったものになります。また開発コードに関しては13世代はラプターレイク、14世代のものはラプターレイクリフレッシュという名前になっています。リフレッシュ。インテルの14世代 CPU は第13世代のリフレッシュモデルであるため、基本的なアーキテクチャは変更されていないんですよね。なので、新製品ではあるんですが、13世代 CPU の進化版と思ってもらっていいかと思います。続いて価格についてです。Core i5-13400F の価格は昨年発売された時は35,800円でした。一応現在の最安価格は動画公開時点で31,770円となっています。これはあくまで参考情報なので比較はできませんけどね。で、今回購入した Core i5-14400F は36,800円となっています。新品の価格差で言えば、Core i5-14400F の方が1000円高いということになります。その1000円の差がどのくらいあるのか後ほど見ていきましょう。それでは実物を見ていきます。シュラララ。では早速開封をしていきましょう。ということでこちらが中身となります。中身は CPU 本体とリテールクーラーが付属されています。今回の無印と F モデルにはリテールクーラーが付属されております。やっぱり新品は綺麗でいいわね。では続いてスペックのご紹介。インテル第14世代 CPU でプロセスルールはインテル7と呼ばれる10ナノメートルのプロセスルール、P コアが6個、E コアが4個の10コア14スレッド。クロックは P コアが 2.5 から 4.7GHz、E コアが 1.8 から 3.5GHz となっています。TDP は 65W で最大 TDP 148W、メモリは DDR5 4800MHz、DDR4 3200MHz の 192GB まで、内蔵グラフィックなしで36,800円でした。今回比較対象となる i5-13400F のスペックはこちら。先ほども簡単に比較をしましたが、正直クロックの少しの差しかないって感じですよね。一応最大メモリ量も増えていますが、128GB 乗せられるならほとんどのことは問題ないかなと思います。では今回の検証機のご紹介。
CPU はインテルコア i5-14400F と 13400F、マザーボードは MSIZ690 トマホーク Wi-Fi。メモリはクレブ DDR5-7216GB×2 枚を使いますが、速度は CPU に合わせて 4800MHz で測定しました。GPU は GeForce RTX3080 ゲーミング Z トリオ 10GB、クーラーはリテールクーラー。グリスはリテールクーラーに付属していたものは拭き取り、SMZ01R を使用しました。BIOS や Windows、ドライバーも最新のものにして計測しました。それでは電源を入れてみましょう。スイッチオン。こちらが BIOS 画面です。きちんと i5-14400F で認識されています。こちらが CPU-Z とタスクマネージャーになります。で、実は今回の CPU にも罠がありまして。こちらは昨年 13400F の動画の時に出したものなのですが、13400F と 13600K ではステッピングとリビジョンが違うのがわかりますでしょうか。こちらは 13600K の方はきちんとした13世代 CPU。13400F の方は12世代からのリネーム品ということになります。つまり 14400F のステッピングが1とリビジョンが B0 なら13世代 CPU のリネーム品。万が一、ステッピングが2とリビジョンが C0 だったら12世代からのさらにリネーム品となります。では、コア i5-14400F がどこの世代の CPU なのか見てみましょう。ということで、ステッピングが1、リビジョンが B0 なので13世代 CPU のリネーム品ということがわかりました。でも14世代 i9 などもこの形なので、真の14世代 CPU はないってことなんですかね。あと、13世代の i5-20 コア16スレッドの CPU がないので、どの CPU からリネームしたのかはよくわかりませんが、もし知っている方いたらコメント欄で教えてください。では実際に性能検証行ってみましょう。今回いくつかは 13400F と比較をしましたが、すべての検証で比較をしているわけではないのでご了承ください。シネベンチ R23? ではいつものシネベンチ R23 からやっていきましょう。左がコア i5-14400F、右がコア i5-13400F となります。マスの動き的にはそこまで差がないような感じがしますね。結果はこちら。まずはスコアから。コア i5-14400F のマルチが 15176 と 15224、シングルが1778で、コア i5-13400F のマルチが 14066 と 14830、シングルが1672でした。確かにスコアが上がっているには上がっているのですが、まあマルチ10分で1000の差が開いたのはすごいかなと思います。続いては最高温度とクロックの差です。スコアが 14400F の方がスコアが高かったのですが、最高温度は 13400F よりは低いという結果でした。しかもリテールクーラーでこのぐらい冷えているので 13400F よりかは進化してるって感じですかね。ではゲーム系ベンチマークもやってみましょう。ファイナルファンタジー14。続いて FF14 ベンチマークです。設定は最高設定で 4K、WQHD、フル HD と行いました。映像は 4K のものを比較として流しております。映像を見てる感じだとそこまで差がなさそうな感じもしますね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから。4K と WQHD ではほとんど差がなかったのですが、フル HD だけ1000点ほど 14400F の方が高かったです。これは先ほどのシネベンチもそうでしたが、若干の性能アップがこういうところに出てるんですかね。続いて平均 FPS と最低 FPS ですが、フル HD の平均 FPS 以外はどれも変わらないといった結果でした。グラボが3080ってこともありますが、性能としては十分出せているかと思います。では次。ファイナルファンタジー15。続いては FF15 ベンチマークです。設定は高品質で、4K、WQHD、フル HD と行いました。こちらも左右でそれぞれの CPU の映像となります。では結果を見てみましょう。まずはスコアからこちらもほとんど差がない結果となりました。それぞれ勝ち負けが逆転していますが誤差の範囲かと思います。こちらは平均 FPS になります。このぐらいの差であれば、どっちでもいいかなという結果ですね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンクになります。設定はウルトラで、アップスケーリングなどの設定はオフの状態での計測となります。こちらは比較ではなく、14400F 単体での結果となります。結果はこちら。4K だとなかなか辛い数字ですが、WQHD やフル HD なら設定次第では遊べそうな結果ですね。CPU も使用率が3割程度しか使ってないので全然問題はなさそうです。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。フライトシミュレーターもやってみました。解像度は 4K、設定はウルトラで、成田から羽田間の飛行になります。
平均 FPS は40前後ですが、こちらも CPU 使用率が3割程度なのでまだまだ余力がありそうですね。まあこのゲームの場合は GPU 次第なところもありますけどね。では次。動画エンコード。最後は動画エンコードです。こちらは 14400F と 13400F でそれぞれ計測をしました。解像度 4K の5分動画を再エンコードさせた結果を見てみましょう。 YMM4 が15分50秒と15分38秒、ハンドブレイクが7分35秒と7分38秒でした。なぜか 14400F の方が YMM4 は遅かったのですが、ハンドブレイクではちょっとだけ勝ったという結果になりました。まあほとんど差がないと思っていいかと思います。消費電力ちょっと見づらいのですが、上が Core i5-14400F、下が Core i5-13400F になります。アイドル時やシネベンチ中を計測しましたが、ほとんど消費電力の差がありませんでした。まあシネベンチなど性能は上がったけど消費電力は増えていないという見方もできるかもしれませんが。ということで今回は、1月9日に発売となった新 CPU、インテル Core i5-14400F をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね。Core i5-13400F で十分。以上です。まあ性能が上がってるところもあるけど、これぐらいの差じゃね。ですです。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃん、けん。ポン。またねー。